鈴木？おお。え、あ、佐藤。おお。本日発売のデッドアライブ、エクストリーム3をご紹介したいと思います。ご紹介していただくのはこの方です。どうぞ。はい、光栄テクモゲームスの林です。よろしくお願いします。林さん、うちの川岸サラとの戦いがね、ちょっと記憶に新しいんですけども、もう忘れちゃいましたね。いや、すごいな。もうあれ、ちょっとあれ、なぜ内海さんこれまだ残っていただいてるんですか。いやいや、これはもう夏ですね。いや、そんなイメージないから。暑い暑い、そんなイメージ、あのチューブとかサザンオールスターズだけやから。つみさん、そんな夏のイメージあるかな。ちょっと残りさせていただきますね、ちょっと、はいはい、これどういうことですか。ちょっとこんな感じのことを、ちょっとこんな感じですね。あら、実は初音ミクさん、あら、キャプティバ X とデッドラブエクストリーム3がコラボさせていただいて、こんなものを作らせていただいたんですよ。そういうことになっとるわけでございますね。そうなんですよ。たまたま発売日が、僕らが遅れちゃって、かぶっちゃったんですよ、発売日が。もうそのややこしい話やめてもらいます。落ちてきやがった。いやいやいや、いい感じでね。そうそうそう、タイミング的にもいろいろあって、クオリティアップのためにちょっと、はい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 、スケジュール延期しちゃったんです。そうなんです。いや、このね、僕はゲーム業界さんのこういうとこ好きなんですよ。もう結構ね、いろんな他の業界やとね、なんかこう勝ち合うのとかコラボものすごい嫌うでしょ。もうどの業界かあんま言えないですけど、ゲーム業界さ、その辺のハードルねすごく低いからね。そうですね、そういうとこがすっごい面白くて素晴らしいと思う。DOA は昔からね、ちょいちょい、実はちょいちょいこの AM2K さんとはこういろいろやらせていただいてるんで、みんなからしたらようやく来てくれたかみたいなとこあるんですね。そうですね、まさかこっちでコラボするかみたいな感じで。そっちもあったと思いますけど。さあ、でもこのゲームね、今回どういったゲームなのか教えてください。はい、じゃあまずも VTR を見ていただきましょうか。はい、お願いします。どうぞ。で、デッドアライブエクストリームシリーズは今回3作目なんですけども、3になるんですけども、まあ女の子たちが南の島に招待されて、まあそこでバカンスをするっていうゲームです。おう。で、南の島にはオーナー代理と呼ばれるプレイヤーさんしかいません、はい、あとは女の子9人が南の島で遊んでいるっていう。あら、デッドアライブエクストリーム3、マリーちゃん可愛いですよね。このマリーちゃん、コラボさせていただいたキャラクターで、今回パッケージにもなってますね。はい、で、まあ、ゲームの内容はあまり詳しく説明するようなゲームでもないんですけど、南の島でいろいろなアクティビティがあって、そこでいい成績を残すと、まあ、ザックマネーというこの島で、まあ、使えるお金が手に入って、それでいろんな水着とかアイテムを買って女の子にプレゼントして着てもらったりとか、まあ、違う女の子にまたそれをこう贈り物としてプレゼントして、着てもらう。で、そういったそれをこう南の島で繰り返しこう遊んでいただいて、14日間遊ぶと1回評価が出るんですけど、それをこう何週も何週も終わらない夢の島みたいな感じです。はい、柔らかいエンジンのロゴまで柔らかいっていう、ね、そうロゴまでぽよんぽよんしてます ね、 ポヨンポヨンしてますね。いや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 、はい、こんなタイトルちゃんと説明できましたかね。いや、なんかデッドアライブっていう感じが全然しなかったんですけど、ずっとアライブアライブやったんですけど、なんかすごい、まあ、ある種デッドライン的な意味でのデッドだったけど、最初デッドアライブって格闘ゲームだったんで、そうでしょ、こんなゲーム作るとなかった、
来るってなかったから全然思ってたのと違うデッドアライブにはふさわしくないけど、まあ、そんな南の島のゲームです、まあまあ、みんなもう、はい、あの健全っていうのとけしからんしか流れてこなかったんですけどああそうですか、はい、そんなゲームです。はい、で今日はもう、うん、今日発売ですんで、はい、PS4 版のデッドライブエクストリーム3フォーチュンの実機を持ってきてますんで、その実際にまあどういうゲームなのかをちょっと流れで実際に触ってみていただこうかなと思ってます。触ってみていただく、いいですね。じゃあちょっと見ましょう。はい、行きましょうか。どうなってる、どういう、はい、どういう風に遊ぶのこれは。まずもいきなりあのニューザック島に行く、うん、あのバレーボールのゲームのはずなのにバレーボールのモードがないとかそういういきなりモードがないっていうところですね。なんかで、はい、バレーボール、ビーチバレーはしてましたけど、でまずあの南の島にこれあの招待されるオープニング、設定のオープニングなんですけど、うん、まあこれはもうスキップしちゃいましょう。はい、すげえな、素晴らしい日々って俺もユニコーンでしか聞いたことないもん。あのさりげなく水の表現とかすごいですね。いや本番ですね。PS4 クオリティですから、ね、どれこれ誰どれがうちさん、じゃあせっかくなんでどれします、誰に誰を招待しましょうかね。南の島、あんまりね巨乳好きっていうイメージつくと、あのいろいろあの発言的に支障があるのであ、なるほど。じゃあやっぱりちょっとみんなに聞きますか。みんなに聞きますか。みんなは誰がいいですかね。 誰をやってほしい、誰を早く、あやね、女天狗、マリーちゃんやっぱマリー、あやのっておんの、やっぱマリーがいいですか。あら、ほのかせっかくさっきコラボしたっつったんだからマリーって書いてよ、みんなちょっとね。マリー知らんがん、それやったら聞いたらあかんわじゃあマリーでいいですよね。マリーちゃん、マリーちゃんでいきましょうか。まあまあマリーちゃん間違いないかな、はい、じゃあマリーでいきます。あーちょっとマリーちゃんでいくて、ごめんね、みんな聞いたのに。じゃあマリーちゃん、マリーちゃんは金髪、金髪です。はい、あーまあ可愛らしいね、うん、あーローズマリーってことか。あーこれ何してるんですか。これ南の島に来ちゃいましたっていう、うん、まあ、最初のあのオープニングになりますね、うん、なるほどなるほど、はい、おー思い切り楽しんじゃおうかなと。おーおーおおお、これ家のテレビで思い切り楽しめる環境が素敵ですね。すごいね、少し寂しいあれアッキーナが得意としてたジャンプですよあれもしよかったらこれなかなかね、家族持ったりするとね、いやーなかなかね、うん、自分の部屋がないと難しい、ね、うん、難しいですねこれは本当にいや結構健康的ですね。でもみんなね夢の島ですからね。いやすごい、はい、で今このニューザック島に、ま、あのパートナーとしてカスミが今なかあの仲間になって左上にあるんですけど、はい、このザック島にはいろんなロケーションがあります。でここであのいろんなあの女の子が今どこにいるのかっていうの出てますけど、はいはい、そこで女の子と一緒にアクティビティで対戦したりとか、 あとは誰もいないそのビーチでのんびりしたりとか、そういったことで今1日目になってますけど、これを14日間繰り返して女の子の、まあ、仲良し度を上げたり、さっきのザックマネーを稼いだりっていうようなことをやるゲームになります。はい、じゃあ1個、じゃあアクティビティやってましょうか。はい、はい、じゃあせっかくだから何します、何します、じゃあ砂引きをやりましょうか。砂引き、はい、どういうことやろう、どういうことやろう。これはあの、あーなるほど、昔よくテレビであったあのプールの上で、はいはいはい、なぜか綱引きをやるっていう、あれですか、あの俗に背中に一回回すやつタイプのやつじゃなくて、あ、もう普通の綱引きですね。いやちょっとこれ上背あるからやばいんちゃうか、離したら負けやからなこれね。これはあの、あ強いやんか、マリー、あ、危ない危ない危ない、マリー、あーマリー、あこれなんかカップを押さえてます。そうなんですよ、これあのはだけてる、あのいわゆるハプニング的なやつで、水着がちょっとお互いはだけてる、あらしかも濡れて、ほんまにちょっと髪の毛ちゃんと濡れてる。そうなんですよ、すごいな、これを自分だけが楽しめるんですね。いちいち仕草が可愛いですよね。いや結構ほんであのリアルなこの広げ方というか、はいはい、脇とか肘とかいい、ね、膝の曲げ方がね、はあ雇い主やからか。こうやってアクティビティやると、あ今夕方になりましたね。じゃあ夕方になったんで、うん、やっちゃいますか。じゃあ一回これちょっとのんびりしてみますね。はい、のんびりする、うん、はい、何ですかそれ、
この選択肢今までのゲームにない選択肢のんびりする、まあ、何もしないってことですね。こうやってそうするとまあその女の子はロケーションでこうやって何してんのこういうのを、まあ、実際にこうやって見て楽しむこともできますし、うん、今これ自分でカメラ操作してるんですけど、はい、こうやってあら例えばこれカメラの操作なんですけど、うん、カメラを操作することもしてこうやって写真を撮ったりもできます。これはハードディスク増強しないとすごいね。ようマリーちゃんこんな何もないとこでガンガン踊れんな、すごいえらいわこの子。これで夜になっちゃったのでまあ1日目は終了です誰や脇を狙えって誰やなんちゅうコメントや、おもろすぎるやないか。これまあまあでしたっていうのはどういう感じなの、反応的には。あ、これはあのまだあのそのマリーちゃんとの仲良し度上げていかないと、またその仲良し上げていくといろいろまたリアクションは変わってきます。なるほどね、はい、長い戦いになりそうですね。いやーすごいですね。じゃあせっかくなんで、はい、対戦できるんで、わかりました、川岸沙羅さんちょっとね呼びますか。もうこの人呼ばないとダメなんでねじゃあちょっと沙羅さん来て、ご指名ですよ林さんからの。どうですこのゲーム。いやなんであの俺最初からここ座れないのいつも最近なんかあの実況の生主さんみたいな登場の仕方ばっかりなんだけど俺そんなに上手くないよいやあのだから、うん、シクラチオマルやったら座ってていいんですよ、うん、いいの。そう川岸サラは扱いがこんな感じ。川岸サラの時は後から登場なんですよ。あ、そうなの。はい、うん、そこはねシクラチオマルでもいいんだけどな。まあいいか、やっぱり対決ですから、ね、いや最初から言いたいことだっていっぱいあるでしょこのゲームはあるでしょあるでしょいかがでしたか。いや最高です最高です。そうですね、本当に、じゃあちょっと対決しますか。じゃあせっかくなんで、はい、あのゲーム中にいろいろアクティビティがあるんで、1個アクティビティで川岸沙羅さんにやってもらおうかなと思って。いや川岸沙羅あの格ゲーの時の名前なんですけどこれも格闘あります。これありますドンケツゲームって言って、うん、お3すくみのある、うん、本格的な格闘ゲームシリーズも、うん、なんか才能の無駄遣いやじゃあこれやりますか。ほんと林さんのとこね、もうテクノロジーの無駄遣いしすぎですよ、うん、楽しいですよこの開発だって柔らかエンジンもなんか進化してるらしいじゃないですか。柔らかエンジン進化しまくってどこまで進化させるんだよっていう話ですね。なんかこうあるでしょ肌の動きと、うん、そうさっきの PV 見てもらったと思いますけど、ね、柔らかエンジンっていうのはすごい物理演算かましまくて。ほんとそうですよ。だから PS4 のほんとフルの機能ね使って。PS4 ってこんなに無駄な、うん、それ言っちゃダメ。もうダメいやダメもうそれ以上はダメほんまに理系の人間何の無駄遣いされてんねんっていうぐらい、うん、計算されてるんですよねこれ。いやでも理系の人たちももうすごい大満足だと思いますよ。そうでしょうね、うん、あここでフルに才能を発揮できるんやから、うん、じゃあちょっと早速いきますか。やりますか。じゃあドンケツゲームやってましょう、はいはい、キャラこのままで。このままじゃあマリーちゃんでいきましょうか。はい、ほのかじゃねえのかよ。大きい方が好きらしいです。大きい方が好きらしいです。ほのかちゃんがいいでしょそりゃ。99の JK だよ何言ってんの。大好物本当に大好物なの。はい、あの顔垂れ目が好きなんよね。そうほのかちゃんのね。ほのかちゃん格5で出てきたでしょ。ドンドンケン。あっ弱っ。ちょちょ早いテンポが。マリー強いで。ちょっとねちょっと敵強くしときましたんで今回ちょちょマリー林林リハと違う林リハなんてありましたっけ。リハなんてありましたっけ。あ、じゃあ飛びしょう。おいそうそう引っ込めるのもねこれね。おいしゃおいちゃんと引っ込めも大事だから。そうそう敵があのおいし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 おいこれめっちゃ格ゲーや気づいた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 こんな短時間でこの間のストファイと同じぐらい汗かいた。もうはは言うてるやん。いい汗かいてるかもしれない。いい汗かきましたすごいですね。あよかった、はい、まあ、こんなアクティビティもあります。最高、ね、うん最高。まだできますかね。もうちょっともうちょっとやります。まだいけます、ね、じゃあせっかくなので違うアクティビティいきますか。じゃあせっかくなんで今度宇都宮さんにやってもらいます。宇都宮さん僕やった。宇都宮さん初プレイです。
ぴょんぴょんゲーム。これはあのプールをですね、うん、あのプールのとこに浮いた浮き輪の上を、はいはい、まあ、ジャンプしていくっていう。あれや、さっき印ついてたやつや。そうです、そうです、印ついてぴょんぴょん飛んでる。ほんならちょうどいいじゃないですか、初音ミクの。そうだ、うずみさん、よう似てる、よう似てる。もうちょっとしたディーバみたいなもんだ、これ。あのね、さっき見てたんですけど、あの僕らもですね、ミクさんが見れ、ミクさん見てるとゲーム失敗するっていう、あのトラップを仕掛けてるんですけど、あのこれもその通りですね。これは、いやいやいや、これもリズムゲーみたいなもんでしょ、だって。そうです、そうです。ですよね。これはですね、ちょい、ちょいすると1個しか進まないんですよ。で、長くギュッて押すと、あの1個飛ばしでジャンプします。あの、下のあれに合わせなくていいんですか？そうですね、下の、そんで、あの、ボタンの、あの、はい、あのマークに合わせるとより点数が、ボーナスがかかる、なります。はい、ガチで初めてなのかい。ガチで初めて。あの何度か見せていただいたんですけど、ガチ初めて。はい、よし、頑張って。なので、はい、でこれはいきなりこう大ジャンプですね。手前がない。うつみさん、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 早すぎるよ、それ。もうバラエティやったらめっちゃ怒られるやつ。あのね、ポンコツにも程があるよ。長押し、長押しね、長押し。まあ、長押しだ。次は大丈夫だ。おお、ほいほい、これはちょいで、ポン、ピョン、はい、おお、おお、さすが、はい、おお、よいしょ、よいしょ、レッツゴー、出てきた、よいしょ、出てきた、はい、まさかの、まさかの、おお、よいしょ、よいしょと、あー、よいしょ、すげー緊張する。ありがとうございます。宇都宮さん、ちょっとモテようとしてるでしょ。おもろいねえ。あのもう3つぐらい前から緊張する、緊張する、あーすげえ緊張するーって思ってきました。かわいい。なんかね、このモーションがすごいんですよ。あのなんかそういうゲーム寄りの話でいいんですよ。いや、もう全然いいですよ。あのモーションがすごいですよ。あ、待機してる時のこうヨレの、ね、モーション数がめちゃくちゃあるんですよ ね、 ね、 ね、すごいな、すごいなと思って。そうなんです、うん、待機してる時のモーションとか、やっぱ作り手っぽいことを言いますね、やっぱりね。あのちょっと恐る恐る足を出すとか、ね、なかなかね、こう多分ディレクターさんの、もうそうです、モーションキャプチャーしまくってますからね。はい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 、はい、いや、でも本当に動きがめちゃめちゃリアルですね。プレイヤーがどっか方向とか押してなくても、うん、勝手に待機してる時に動いてるわけですから ね、 彼女なりにね、うん、じっとしてない、ね、自分がやってるみたいになるんですけど、あんなに俺可愛い仕草しないし、よくわからない現実感。なるほど、行ったり来たりが。なるほどね。素晴らしいコラボってことですね、ここはね。すごいな。あ、これもおもろいな、このムービー。あ、すげえな、これは。まだいけます、まだいけるって。もうちょっとやります。じゃあちょっとせっかくなので、何しようかな。じゃあ今度すごい簡単なアクティビティ、川岸沙羅さんいきます。おしょしょ、川岸沙羅の無駄遣いもいいとこだな。いやいや、大丈夫大丈夫、同じぐらい興奮して難しいから。あ、そう、じゃあロッククライミングやりましょうか。おロッククライミングっていうのは、今回またアクティビティ入って、放送的に、放送的に大丈夫ですよね、大丈夫ですよね、うん、はい、もう大人の時間ですから、ね、そうですね、もう10時過ぎたら、ジョイポリス閉まってるし大丈夫ですよね。閉まってるのに生放送やってるっていう。ありがたいですね。これはですね、あのもう狭いですね、マークが表示されるんで、それを押してもらえれば登ります。めっちゃ簡単じゃない、めっちゃ簡単です。はい、うわ、危ないよ、めっちゃ簡単じゃないですか。命綱もなしでいける。ちょっと痛そうな感じだね。そうよ、おーほ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 ー、え、どこに出んの。おお、出ます。あー、そういうこと、あー、間違え。よいしょ、おう、ほんで、はい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 、どんどん来い、どんどん来い、まあ、おいで、どんどん来い。まあ、なんで登ってるかとか、なんで水着なのかとか、そういうの細かいところは考えなくていいんですけど、考えない。いいよいいよ、もうだってね、やっぱ、まあ、この子たちしかいないからね。そう、はい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 、まあ、そこに岩があるからさ、みたいな。そうそう、あ、名言出ましたね。お、ちょっとボタンが水、うん、角度で、おっおっ、これなんか、意外と話とか出てきませんけど、割と社会人動がすごく、よ
そうなんですよ。含まれてたりとかポーズがそうなんですね。実はこれアクティビティをですねオーナーモードというモードでやると実際にアクティビティでカメラを自由に操作できるんですけど、その場合はこの登ってる女の子をいろんな角度から見ることができたりします。確かに岩の裏からも岩の裏からも見れます。もうゴッド目線じゃないですか。もうそうなんですよ。現実ではありえない目線で見れます。マジっすか。すげえこのゲームのデバッグしたかった。面白あ、ありがとうございます。なんか全力坂に近いもん感じますね。そうそうそう、そんな感じ。全力岩。いやー、はい、もうなんならデータだけ欲しい。いやー、みんな、だからなんかハマるキャラクターってあるんでしょうね。登るんやったらこの子みたいな、なんかもしかしたらね、突き詰めていくと。で今マリーちゃんですけど、旧キャラクターいても本当それぞれ個性のある女の子たちなんで、自分の好みの女の子を見つけていただけると思います。はい、データだけもほら需要あるよ絶対。もうマヤとかで開きたい人いっぱいいますからね、これ見てると。ま、開発機ですか。あ、ごめんなさい。いやー、はい、開きて。なんて宇都宮さんの、さっきのやつ見たい。そんな、あ、さっきのもう一回回ってって、ぴょんぴょんゲーム。いやいや、じゃあもう宇都宮さんにもう一回やってほしい。そのオーダーがめちゃ上がってきた。じゃあ今度はほらもう宇都宮人気上がってるやん。もう一人、もう一人とぴょんぴょんゲームで勝負しましょうか。あら、お、今のパートナーとかとぴょんぴょんゲームが勝負できますんで、宇都宮さん頑張って、うん、いっぱい行きましょうか。はい、はい、じゃあかすみ、あ、エレナの方がちょっと強いからエレナにします。強いの選んでる。いや、なんでほのか出してくるの。ほのかいないですね。あ、ほのかいない、ほのかいないですね。さあ、頑張れ、うちさん頑張って。あ、ほんとだ、俺、あ、これ、そうですね、フライングしたら一発退場です、はい、はい、はい、うちさん、はい、頑張って、はい、はい、頑張って。あー、うつびマリー、うつびマリー、すぐに。ちょっと待って、ちょっと待って、まだ感覚が。そっか、分かった。俺もう一回やります、もう一回やります。あのね、やばい、俺ちょっと宇都宮さんが宇野さんを超えるキャラクターと成長しつつある。練習するわ。やばい、同じウーが流れますからね。同じウーだ、同じウーが流れる。じゃあ、セガのウーだ。あ、次ほのか来たから宇野さんごめんね、なんかほの、あ、ウー、ウー来てる、ウー来てる。ウーが、ほらもうみんな我慢できなくなってきてる。ウーが、え、もう一回やんの。もう一回行きましょうか。じゃあマジっすか、頑張ってください。え、ちょっとどう頑張ればいいのか分からないよ俺もう。あ、次ほのかです。あ、ほのちゃん、ほのか、あら、できました、来ました、ゴー、はい、なんか、はい、おいおい、あ、いいよ、いや、いいですね。ああ、ほのか早いな。どんどん飛ばしていかないと。宇都宮さん、はい、はい、ここ四角だ、はい、ここ、ああ、じゃあさ、やっちゃえ。負けるのか。あー、でもいいや、こっち見たかったから。いいや、ほのかちゃん、かわいいな。かわいいでしょ、ほのかちゃん、かわいい、かわいいでしょ。はい、じゃーん、ほんと、もういいよね。じゃーんってなんだ。もう、はい、僕、あの、実はあんまりゲームがアクションゲーム得意じゃないって言われてしまいました。いえいえ、大丈夫です。あの、かわいさ伝わってる。ほのかのかわいさと、宇都宮さんのかわいさが出てるから。ほんとですか。ほのかと並んでますね。並んでますね、今ね。うん、次出れるかな、俺。大丈夫です。みんなからうーって出ますから、うつ生が始まります。はい、ということでございまして、はい、じゃあちょっと林さん、改めて最新情報を教えていただいていいですか。そうですね、せっかくなんでちょっとグッズいきますか。おう、あ、なんかすごいのあるんでしょ。後ろにあります。はい、じゃん、これなんすか。コレクターズエディション、これですね、PS4 版とビータ版あるんです。でかっ。今日秋葉原でこれ持ってる人がすごい大量発生しました、ね、なんか結構もう品切れ状態らしいですね。あ、結構これあれですね、もうあの公営テクモの中には在庫ないんですよ、だからお店でないともう多分ないですね。でかさ半端ねえ、これ、これが何が入ってるというと、まあもちろんゲームソフト入ってるんですけど。でそりゃそうでしょ、そりゃそうです、ね、ほのかちゃんのマウスパッド。でれでれくれくれ。しかもちょっとこう胸がね、これあれ、これビータスのビータ版なんで大きいんですよ。これも柔らかいエンジン入ってますよ。これ柔らかいです、柔らかいです。マウスパッドもね、柔らかいから。グラビアフォトブックって言って、これあの女の子たちのグラビアがですね。うわ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 。で、あの、僕ここで抜かれると一緒に作ったみたいになるじゃないですか。あー、ほのかちゃんいっぱい。うわうわうわ。これが、まあ、ビータ版が入ってます。やーべ、制服じゃねえのもいいな。で、こっちはあの、はい、PS4 版なんですけど、こっちは、違うんですか、中身。
中身が違って、あ、中身違う、マウスパッドがマリーちゃん、マリーちゃん、ちっさおい、ちっさ、おお、型が違う、これですね、あの脅威の型違い、すごいコストがかかってる全然違う、型が違う分、そう、こんなマウスパッドが入ってたりします。マウスパッドから俺抜くのやめてもらえるか。じゃあもうビータ版買うしか。なんか二人のおっぱいに囲まれてる。幸せ幸せ。これあのフォトブックも実は中身また違うんですよこれ。すごいこれよですね。ちょっとアングルやばいのちょっと。もちろんあのキャラクターも入ってるんですけど画像。ちょっとちょっと俺の変態顔抜くのやめて。俺がニヤついてる時のやめて。なります、本当に。うん、これあの豪華グッズでコレクターゼーション用意してますんで、もしあのビータ版、あ、ビーナス、あのビータ版のデッドアライブ5エクストリーム3ビーナスの方はあのほのかになってますし、 PS4 版はマリーローズになってますんで、お好きな方を選んでいただければと思います。はい、でも品薄状態なんですよね。そうなんですよ、ね、急がないとじゃないですか、はい、です。お好きな方ってどっちも好きな人はどうするんですか。あ、どっちも好きな人は両方買ってくれれば。うわー、マジか天国これむずいね、でもね、そうどっちかやかね、フォーかビータで。いや、もう僕はビータ行きますけどね。あ、もうほのかちゃんファンとして、ほのかちゃんはいいですか。うん、大丈夫ですか、ほのかちゃん、ちょっとマスパッド的な味わっとかんで。あ、いいんですか、ここ置いといても。あ、ちょっとあの抜かないでもらっていい。こういうのはあのお家持って帰ってこっそりやるね。いや、いいから、ちょっとそのあの水取ってください、その水を、水、あ、ちょっと全然話聞いてへんから。ちょっとちょっとちょっと、そこの会長さん、いい仕事してる、何言うとんねん、何鑑定団やねん。やめなさい。さあ、ということで、はい、ちょっとね、非常に盛り上がって、視聴者のみんなもなんか何か欲しいと思うので、はいはいはい、これはちょっとプレゼント的なお願いできないですか。ちょっと本当はほのかのマウスパッドあげたいんですけど、ああ、ダメダメだって言われたんで。いや、もらう。あれ持って帰るよるで、あれ。いや、絶対もらえない。これあ、実際に製品版、PS4 版のデッドアライブエクストリーム3フォーチュンと、いい、デッドアライブエクストリーム3ヴィーナス、それぞれ1本ずつ、やった、はい、あ、怪しさ、差し上げますんで、トッパラありがとうございます。で、先ほど宇都宮さん来ていただいてますけど、このコラボの画像なんですけど、うん、早ければ明日ぐらいには両者あのそれぞれのタイトルのホームページで、お、壁紙として皆さんに、うん、はい、データを、ね、抽選会では参加者としてそうですよね、来れない方もいらっしゃるので、いらっしゃるので、データとしてあの PC の壁紙なんかにできるように、はい、データをお渡ししたいと思ってますんで、はい、楽しみにしててください。ありがとうございます。で、さらになんと、はい、急遽、うん、そうですね、はい、急遽、急遽、うちの PR が今2人でこそこそ、え、なになになに、いや、こ、光栄さんに負けてたまるかみたいな、ご好意で。そうなんですよ、年間でプレゼントが一番多かったメーカーさんとか発表してるんですよ。もうちょっと持ってきてやんない。備えに備えに頑張らなくても、はい、ということでですね、本日発売ですが、ね、友達にも復帰をしていただきたいということで、はい、よかったらご応募ください。2本ビータ版、はい、1本、やったー、ありがとうございます、はい、やった、はい、プレゼントいたしますので、ぜひ遊んでください、はい、よろしくお願いします。ということでございまして、ではちょっと最後お二人にね、ちょっと視聴者の皆さんにメッセージお願いします。はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ、はい、デッドアライブエクストリーム3本日発売です。で、PS4 はですね、ぜひ本当実機で見ていただけると、ニコ生よりも森ものすごい迫力が感じいただけると思いますん でぜひぜひ皆さん楽しんで見てください。よろしくお願いします。はい、そして宇都宮さんお願いします。はい、ありがとうございます。僕らの方は先にビータが出まして、後ほどちょっと遅れて PS4 が出ますんで、先にこちらをリオエを遊んでいただいて、 PS を買ってミクを待っていただければと思います。なるほど、はい、まずはビータ版でぜひ楽しんでいただければなと思います。コメントもコラボだよ、はい、ということで宇都宮さん、ハチさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。目指せない冒険。